建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村あまりです。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。なんかあの寒の戻りと言いますかね、はい、なんか雪が降ってすごかったです ね、すごかったみたいですね。テレビでね京都は降ってないけどね。まだ降ってないです。でも急に寒くなってね、はい、でなんか今ふと気づいたんやけど、はい、オープニングの話でマリちゃんと打ち合わせしてないのを今思い出しました。そう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 、あ、何喋んやったっけ。私も思いました。僕適当に喋ります、はいはい、あの、実はね今週ね、はい、あのまあ前の私の会社というかあの、はい、ワコール時代のね、はい、先輩方と、ゴルフコンペ誘っていただいてね、はい、で行ったんです、はい、先週ね、はい、で優勝してしまいました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。あの大したスコアでもないし、はい、あのそんなすごい大きなコンペでもないので、なんですけど、はい、やっぱ嬉しいです ね優勝すると ね、はい、でみんながなんかおめでとうとか言うと、はい、いや俺馬なったんかなみたいなね、水曜日の勘違いをね、あのラジオでオフショーの米さんも喜んでますからね、優勝で。あれね、不思議やけどね、はい、あの大したことないんですよ、よくよく考えると。そうなんですか、うんうん、でも無事に上手いじゃないですか。いやいや、それでもね、まあはい、大したことないのになと思ってんやけど、はい、優勝すると嬉しいんですよね。でまた息となんでねこれ以上そうそう、ね、それがね、はい、あの何のコンペか言うとね、はい、実はあのワコール時代の上司に当たる方が、はい、あのまあまあその定年前にね、はい、実はねあのお亡くなりなんです、がんで、はいはいはい、うん、ね、その方をしのいでということで、はい、まあ、その方があの、まあ、ゴルフお好きな方やったん で、はいはい、でみんなでそのゴルフすることで、はい、あのまたこう、年に一遍はその方をしのびましょうということで、13年目ぐらいかな、うん、ずっと続いてるんですよ、はい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 、だからあのすごく僕いい会やと思ってて、そうですね、うん、ね、ちょうどねあのみんなで思い出してね、まあ、うん、あの4月15日がその方の命日なので、はい、その前後でいつも開催してます。であのなんか桜の季節にお亡くなりだったんで、はい、まあ、僕らも、まあ、お正晩というとおかしいけど桜見ながらゴルフできる時期を迎えてるわけですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、この番組は伊賀那須田建築、亀岡那須田建設の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。このコーナーは毎週ゲストを招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーです。はい、本日のゲストをご紹介いたします。はい、聖華堂の7代目当主、はい、山中源平さんにお越しいただいております。はい、山中さん、こんにちは。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。7代目です。7代目っていうと何年ぐらい前になるんですかね。今からうちのお店がですね、今年ちょうど175年目を迎えます。175年ですよ。175年。はい、さすが京都です。ね、京都ですよね、はい、やっぱ老舗ですよね。京都の中ではもう老舗といってもまだまだ古いお店がってなるんだよね。結構言わはるんですよ、京都の人はみんな、ね、うちなんてまだまだってならないでも言わはるんですよね。びっくりです。ね、でも7代になってからは何年ぐらいなんですかね。私ちょうど丸8年になります。丸8年ね、はい、やっぱりあのちょっと歴史を担いでる感じしますよね。徐々にしていきましょう。聖華堂さんって言うんですけど、うん、聖華堂さんは何ぞやっていう話なんですけど、はい、そうですね、はい、何はもともとはですね、創業当時にあの、鈴というちょっと変わった金属ですね、金属素材を使って、はい、それを作る工芸の専門店として創業いたしました。はい、はい、今でもだから鈴の工芸品ですよね、はい、そうですね、うん、もう鈴のことではもう私どもにお任せくださいみたいな感じですよね。京都でもね、もう鈴専門の工房が2軒しか残ってないんです。ええー、
まあ昔はもっとあったんでしょうね。そうなんです。昔はね、ほんとこと、うん、あのうちのお店が並んでる、はい、寺町通りには両側に十数軒のお店が、ね、並んで、そんなにたくさん並んでたんですか。鈴ってどこにあるもんなんですか。いや昔はね日本でも取れていたんですけれども、はい、今ごくわずか、鹿児島の方で産出されてるんですけど、ほとんどがもう今海外からに頼っていて、ああ、ね、海外から来てるわけですね、インドネシア、マレーシア、それから、はい、一部中国から来てるものもありますね。あ、そうなんですか。でそれをこう、はい、まあ、溶かしたり、叩いたりしてながら、あの器を作っていくわけですよ ね、はい、ですね。僕はもう何回か行かせていただいたことがあるんですよね。実は私も一度、ね、素晴らしい器ですよね、はい、本当にもう私酒飲みにはテンションの上がるものばっかり で、うん、本当に鈴と器の、鈴の器とお酒っていうのは相性がいいんですよね。もう本当に昔からね、もう鈴のお酒で飲むと酒すごい美味しくなるって皆さん言われてるんですよ。なんででしょうね。まあ、僕思うにはね、その、まあ、金属ですから、そのお酒の温度とか、それから、まあ、特に、まあ、冷たいお酒とか飲むときね、ちびれで冷たさを味わうこともできますし、手のひらでその温度を味わうこともできたら、温度が伝わりやすいと。あともう一つ昔から言われてるのが、もう鈴もともとね、いい香りを持っていて、あ、金属の香りがするわけですよね。でね、それの香りがね、まあ、メロンというかスイカというか、ほんのりとしたフルーティーな香りがするんです。だからお酒飲むときにちょっと鈴のフルーティーな感じがすると、そうですね、あ、それで余計美味しい、美味しいと言われてます。いいですね。ねえ、ねえ、はい、素晴らしい。欲しいです欲しいですね。いや、そんなびっくりすると高くないですもんね。そうですね、そこそこ、はい、うん、あの、まあ、それは安くはないですけど、あの工房がね、テンションが上がりました、私。工房行ったよね、マリちゃんね、はい、見させてもらいました、うんうん、ありがとうございます。はい、大暴れしてないよね。大暴れちょっとびっくりしちゃうじゃないですか、聞いてる人。確かにお酒入った状態で見に行かせてもらいましたけど、ね、はい。あのなんか僕はあの工房で山中さんがこう作ってるビデオを、はい、あの見たことあるんですけど、もうすごいあれは繊細ですよ。全部手作りですもんね。そうです ね、 あのね、鈴ってもすごく柔らかい素材なんです、はいはい、ですので機械とか道具がそのものを掴むことができないんですよ、はい、あ、ですのでもう柔らかい手のひらの中でしか作れなくて、あ、まあ、それをトンカチ叩いたり削ったりして形にしていくんです、はい、そうですね。なんかあれ土目っていうんですか、あのトン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 叩いて平らじゃなくて、はい、わざとでこぼこつけるやり方ってあるじゃないですか、あれが綺麗です。あれ綺麗ですよ ね、 ね、はい、であれをこうやって跳ねくと、あれほんまに一個一個叩いて作った話ですね。もちろんそうです。綺麗やわ、あれすごい綺麗やと思いましたね。はい、であの、どこやったっけ、パリかどっかにご出展されたんですね、展示会。時々ね、海外に行きたいなと思うんですけども、今年1月にパリの市内のオデオンっていう駅の近くの高級ブティック街で展覧会してきたんですよ。すごい、パリでとか、パリね、はい、もうね、日本で作られてるのがもうこんなにいいもんだから、もうお前たち見ろって言ってね、うちの商品持ってって、はい、いいですね。で1週間展覧会で、はい、やっぱり日本の技術っていうのはあのヨーロッパ行っても高い高質やって思われてるんですかね。確かにそのね、もう、うん、まだもう素敵ですけどもね、そこの背景にある美意識なんかが僕、これはぜひ世界の人に見てほしいなと思ってね。例えばね、ま、今回手中で発表した中にね、茶籠っていうのがあるんですよね。茶籠、はい、竹でできた籠の中に夜間があって、はい、夜間の中には実は急須とお茶碗と茶入れがうまく重なって、すべてがね、この籠の中に、はいはい、本当にもうなんていうんですか、20センチ立方ぐらいの、ね、中に全てが収まってしまうんです、はい、で、まあ、それを屋外に行ってお茶を楽しむときにはそれを広げてお茶を沸かしてみんなで飲む、はい、なるほど、あの、まあ、野立てって考えられますか、はい、野立てすると僕がすごくコンパクトに収まるということなんですね。すごい、使うときには広げるんだけども、それがコンパクトに収納できて持ち運べるっていう、はい、そういう考え方は僕すごく日本的だなと思ってます。そうですね、なんかそういうなんか空間意識とはちょっと建築と通じるところがあるかもわからないですね。普段は全てお尻の中にしまってあるんだけども、お客様が来られたら出してくるっていう、うん、なるほどね。なんかあの、まあ、建築カフェなんで、はい、空間の話もしてもらいたいなと思ったんですけど、はいはい、やっぱりちょっと通じるとこあるんですか ね、 やっぱりそうですね、あの作る作品商品なんかもね、やっぱり常に空間っていうものは意識しながら作ってます。なるほどね。特にまあ日本家屋で作られるものが多いので、例えば木の色に合うのか、畳の上で使うのはどういうのか、でも合う、鈴合う。でちょっとしたもう茶壺を作るにしろ、はい、もうそのやっぱり、まあ、日本の家屋の場合はまあ、直線出てきた空間のものが多いですよね。でアクセントで少し曲がった枝が取り入れ出して、その中にね、ポイントを置いて佇む美しい姿っていうのが、ね、大事かなと思ってるんですよ。なるほどね。なるほど、はい。で、まあ、僕は何回かお邪魔したことあるんですけど、はい、その後ろの方の蔵とか、はい、あの辺がこうギャラリー化されててね、あ、はい、ギャラリーにしてはるんですよ、はい、でそこにこうピュッと飾ってある作品がまだ素晴らしいというかね、
なんかそういう空間との取り合わせって、ね、いつも意識されてるような感じしますよね。でその蔵でまたなんかイベントが毎回あるんですよね。はい、年にね、ま、6回は展覧会をしてるんですけども、この来週に迫ったんですけども、はいはい、4月の26日の金曜日から26日、はいはい、5月の11日の土曜日まで、ゴールデンウィークの真っ只中ですけども、はい、あの小山康之と言います東北出身の、はい、あの金工作家がおりまして、はい、彼の個展を開催いたします。なるほどね、うん、なんかこれは、うん、そのゴールデンウィーク中も全部開けてはるんですか？はい、通常は日曜祝日お休み頂戴してるんですけども、その時はもうずっと開けてます、ね、はい、まあ、10時から6時までですね。はい、うん、はい、はずっと坂がそこに材料もしております。大山さんもいらっしゃるんですね、はい、あ、それはいいです ね、 そうですね、坂さんにね、これどうなってるんやと聞けるわけですね、はい、あ、その大山さんの作品がねすごく面白くてね、はいはい、あの素材自体はもう、ね、はい、丸いこのアルミのボール、はい、ここにもお持ちしてるんですけど、はい、僕ちょっと見せますとね、ユーストリームの方 ね、 ちょっと見にくいと思うんですけど、これがアルミホイルを丸めたもの、はいはい、でだんだん叩いて、まだ金槌で叩いてアルミの金属みたいな、ね、はい、なんかねパチンコ玉みたいになってますね。そう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 、パチンコ玉からの大きさ、叩いた音が見えるのがまた綺麗なんですよね、うん、だからアルミのその平い30センチ角ぐらいのものが、はい、こんななるのって感じで、これでいろんなものを作っていってあるということなんで、丸いボールをねずっと壁面にいっぱい、もう等間隔で、もう絶妙の間合いでね並べて、それを彫刻にしてるんですよ、はい、面白い、その間合いの取り方っていうのはすごく面白いね、はい、もし建築にご興味ある方なんかもね、そういう空間の中でのそのもののあり方みたいな、距離感みたいな、見ていただければ、ぜひね、ちょっとね、皆さん見に行って、行っていただけね、聖火堂さんのもんも見れるし、そう、はい、あの、はい、あのまずは聖火堂さんの玄関くぐると聖火堂さんの作品があってそう素敵な、ね、で奥行くと小山さんの作品があると、はいはい、そうなんです、蔵も見れます、はい、なんか蔵の空間もいいですもん ね、 そうです ね、 ね、すごくギャラリーとしてはその、まあ、ある意味ちょっと変な空間というか、はいはい、変な空間、ただ聖火堂さんがみんなわからはらへんかも今どこか、あ、聖火堂さんの場所を、はいはい、教えてください。ありがとうございます、はい、京都市の中京区の寺町通り2条下がる、はい、寺町2条下がる、ね、寺町通りの西側に面しています、はいはい、西側ですね、だから市役所の、はい、西の通りが寺町通りなんで、はい、市役所近くまで来たら、北に上がってもらったら聖火堂さんっていう、まあ、看板というかのれんが出てますよね、はい、僕の紺色ののれんがかかってますので、はい、目印をお越しください、そこをくぐっていただくと、はい、鈴がいっぱい置いてあるということで、ね、はい、本日はどうも、ね、は、はい、はい、ありがとうございました、無料です、はい、はい、ありがとうございました、はい、どうもすみません、ありがとうございました、はい、それでは山中さんのリクエスト曲に参りたいと思います、はい、ヨーキングの深夜高速です。芦田建設は人々の成長と幸せの創造におき
確かな品質で応える優しさに包まれる住まいを日々探求してまいりました。建築って一度建てると50年ぐらい経ってるから長いお付き合いになるんですよね。だからホームテン選びは人柄で選ぶ時代。芦田建設、富士にもおすすめですよ。私たちの思いで素晴らしい地域を想像してまいりましょう。想像してみてください。優しさに包まれたなら芦田建設。匠のなんでもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤二がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。また恋愛問題や人生相談にも答えしちゃうかも。はい、もう恋愛問題ね、一応言っときます。はい、一応ね、聞いひんけどね、はいはい、はい、どんなお便りでも来ていいですよということです。はい、そう、はい、テンポ問題もええって言うけどね、読んじゃうよ。読みましょう。今なら全部読めちゃう、はいはい、全部読みますよ。はいはい、はいはい、今回いただいております。はい、ありがとうございます。三条小僧さんです。もういつもありがとうございます。ありがとうございます。もうやっと成り立っております。番組がおかげで、はい、読んでいきます。はい、藤井まりちゃんこんにちは。はい、こんにちは。暑かったと思えば寒かったり、はい、そうです、そうです。ニュースでは、はい、東北地方での満開の桜に雪が積もった映像が流れていました。見た見た。あの、私も見ました。桜の上にね、雪が積もってる、はい、なんじゃこれと思って ね、 あのね、こんなことあんねん、はい、ほんまどないなってんねんって感じです。そうですよね。先日、勤め先で、はい、自宅のガレージスペースの話になりました。はい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 、今住んでる家は中古で買ったので、はい、ガレージスペースが狭く、狭い、はい、3ナンバーでいいのかな、3ナンバー、大型車のことですね。そうですね、はい、3ナンバーの車両は無理だとか、はいはいはい、ある人は、はい、奥さんが軽自動車を欲しいと言ってるので、はい、庭を潰して、はい、駐車スペースを広げたなど、いろんな話が出てきました。すごいですね。まあね、しょうがないからね、富士に、うん、家と車の関わり、はいはい、限られた敷地での居住スペースと駐車場スペースの考え方や、車種や駐車台数の変化への対応など、はい、お話をお聞かせください。これはね、すごいな。あ、そうですね、その変化というよりも、はい、地方によって、はい、所有台数って大きく違いますね。あ、うん、で、何を言いたいかというと、はい、京都は比較的少ないということを言いたいんですけど、そうですね、はい、うん、京都の町屋ってもちろんね、その昔からの町屋ですよ、はい、駐車場ないんですよ、はい、ね、もうすぐ高市道で家やからないですね、ないでしょ、続いてますからね、うん、だから皆さん近くに借りてはるんだよね、はい、大体ね。で、滋賀県に行くとね、はい、まあ、もちろん滋賀県の家も設計した経験はあるんですけど、はい、最低2台は、うん、その駐車スペース取らないと動けないんですよ、はい、近くに電車がないのね、はいはいはい、うん、だからもう車あるべく奥さんとご主人が、はい、まあ、通勤も車でされてますし、あるのが当然の生活ですもんね。そうそうそう、うん、だから僕ら設計するときにきちっと聞かないと、はい、1台やと思って設計すると、俺、おいおい、これは違うよってなってしまうわけですね。この方はね、うん、軽自動車分ね、庭潰したいうたるけど、はいはいはい、潰せる庭があってよかったですけどね。そう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 、はい、だから町屋はね、うん、難しいんですよ、その構造的にもね、うん、はい、あこに穴を開けて車を入れると、はい、やっぱ弱くなるじゃないですか。そうですね、うん、だからすごい難しいんで、はい、まあ、町屋で駐車場ってちょっとね苦しいなっていうのは実情ですね。で、新築でやるときはね、はい、今最近面白いのは、はい、車がねインテリアから見えるようにしてほしいという依頼がたまにあります。おお、やっぱこだわった車で、なんていうかな、うん、そうそう、車好きな人ね、うん、はい、いい車乗ってる人ですね、はい、いいっていうのは高級って意味じゃなくて、はい、手の込んだというか自分が可愛がってる車乗ってる人は、うこう例えば朝ね、はい、ご飯食べながら自分の車見てよしよしとかこう言うてあるわけですよ。すごいですね。ええな、俺の車みたいな。それは高いのじゃないのって思ってしまいますよね。うん、そういうこと、まあ、はい、手が込んでるということですね。だから大事に乗ってはるし、はい、まあ、クラシック的なものも多いですけど、はい、まあ、色塗り替えてはったりね、うん、オリジナル化して乗ってる人は、例えばガラス貼って見えるようにしてくれとかね。まあ、でもガラスはいいですよね。なんか外の光も入ってきて明るい感じしますけど、ね、うん、ただまあボーンとぶつけてちゃうと割れちゃうんで、怖い、車止めってね、はい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 、そこまで行かないようにしたり、はい、でやっぱり排気ガスでガラス汚れるんで、掃除してもらわないと曇ってきますから。掃除大変や。そうそうそう、やっぱ結構車って後ろから油入ってるんでね、はい、汚れるんですよ、駐車場って結構汚れるんですよ、はい、で僕ら建築の方から言うと、はい、やっぱりもエンジンって違う、ガソリン積んでるもんやから、はい、そこが燃えても母屋が燃えないように設計しないといけないじゃないですか。はい、ね、ほんまや、でしょ、はい、もう極端な話ですよ、はい、車が燃えたとしても、はい、家燃えないようにしたいじゃないですか、はい、ね、だからその辺は気を使って設計してます。あ、なるほど、うん、だからその完全にもう不燃材で、はい、
ガレージがくくってしまって、うん、で余震場ですよ、これない、はい、ない話ですよ、はいはい、あの燃えたとしても、はい、桃屋は燃え移らないようにっていうのは気を使ってますから、ちょっと、はい、あの空間で僕は話したりします。あ、うん、かその燃えない素材でこう駐車場をくくってしまって、はい、あのまあ、安全なようにっていうのは気にしてますね。あのそういうあの、まあ、余計な心配かも分かんないけど、はい、まあ、法律でもある程度決まってるし、うんうん、僕らはもうすごい意識はしてますよね。うん、知らなかった話です、ね、であとね、はい、車のサイズ、はいはいはい、今出てたけど、ね、サンナーは出てたけど、はい、あのね、でっかいんですよね最近の車っていうのは。そうですよね、うん、で特にお子様が小さいお宅っていうのは、はい、あのワンボックスが多いんですよ、はい、であれが何がでかいいうと背が高いの。そう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 、だから、うん、何センチ以内は無理ですね、普通の駐車場でも書いてあるとかあるじゃないですか。それがね、以上はダメか、まあ、たまたまなんかと分からへんけど、はい、僕とこのお客さんで背の高い車乗ってる人がすごく多くてね、はい、多かってね、はい、だから駐車場が背高く作らなあかんのですよ、はい、で車ってあの普通の、まあ、スポーツカーほど言うほど低いじゃないですか、はい、まあ、1メーター60とかぐらいしかないんですよ車ってね、はいはい、でもあの2メーターぐらいあるんですよ、あのすごいですね、うん、はい、ならやっぱり駐車場も一端の天井だか、ね、2メーター40とかないと、そこからなんかアンテナとか高い場合もありますもんね。それとあのキャリアスマハでしょ、ボードとか行かはるでしょ、ね、はい、あのスキーとか行かはるでしょとか、はい、だから結構ねあの駐車場大きくなってるんじゃないかな最近。あ、なるほど、うん、であのやっぱりその花粉とか飛んでくるでしょ、花粉というか黄砂とか、はい、だからちょっとシャッター付きとかいう要望が増えてきてるのは増えてきておりますね、うん、露天じゃないということです、はい、で前はまあ露天でいいかっていう答えあったんやけど、はい、やっぱり大事にしてはる車ほどもうシャッターの内側っていうのはその置いといたら真っ黄色になるんですよ、黄砂で、なんか洗っても洗ってもブツブツ朝起きたらできてるみたいな、うん、それとやっぱり大事にしてはる車ほどやっぱりこうシャッター下ろしてあのそういう砂が被らないようにっていう話があるんで、ちょっとそなんていうかな、体操になってきてるかな車ごときじゃないね、車を大切にする感じが増えてるかなとは思いますね。うーん、だから3ナンバーってそのマリちゃんあんまりほら免許もないからだけど、そう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 、私何の免許もないんですよ、うん、3ナンバーってはね実はね、はい、5ナンバーっていうのが普通車なんですよ、はいはいはい、それがだいたいざっとですけど4メーター50ぐらいの長さなんです、はい、4メーター50を超えると3ナンバーっていうのに変わるのと 2000cc 超えると、はい、3ナンバーに変わるんですよ、うん、だから大体3ナンバーが増えてきてるんだよね今、はい、だから大きくなっているということですね、ということです、はい、分かっていただけたでしょうか。ということでこのコーナーでは、はい、建築の相談を受け付けしております、はい、ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp info@radiocafe.co.jp です、またお便りもお待ちしておりますのでどしどしお送りください。そうですね、この前も店舗の話しましたけど、はい、どんな店舗が儲かにゃとかね、はい、お店作りどうするにゃでも OK です、はい、答えたいと思いますので、はい、ぜひお便りください。はい、それではもう今日はお別れの時間が参りました。それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井こと藤村正嗣とアシスタント竹村まりでお送りいたしました。はい、また来週、はい、さよなら、さよなら。この番組は伊賀なさだ建築、亀岡なした建設の協力でお送りいたしました。